皆さんこんばんは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。そしてチャンネル登録者数が3000人を突破し、とても、えっと、感謝しております。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。えっと、2日前にアップした動画で、明日動画をアップしますと言ったんですけど、<laughs> 年度末ということもあり仕事が忙しくて編集する前にちょっと寝てしまいました申し訳ありませんで今日の動画ではえっと今話題となっている動物愛護法やその他について私が思う今の動物に対する現状についてちょっとお話しさせていただけたらと思います <laughs> もちろん私と妻が思う率直な意見なので賛否両論があると思うんですけど、えー、皆様のご意見もコメント欄に書いていただき、えー、と皆様とお互いにペットについて、えー、と考えたり共有できたりする機会にしていただけたらと思います <laughs> えーとある YouTuber さんの動画だったり えと俳優の浅田美代子さん世良、えー、正則さんが動物愛護法人の改正を目指すために、えー、と集会を行って劣悪な繁殖業者やペットショップの規制強化を求める記事を見て私たちもペットに関するいろいろなことを考えてみましたその内容の中に、えー、と発臭霊規制 ペッットショップ、えー、飼育可能数についての具体的な数値規制だったり繁殖業への、えー、と許可制導入というものがありその他にも請願内容で5つの自由動物の5つの自由だったり殺処分の改善繁殖制限だったりえっ、ー、と虐待防止の 強化、罰則の強化などあってえっと、今回はちょっとピッックアップしててお話しさせていいいたただきたいと思います <laughs>、えー、まず私たちがなぜ話そうかと思ったかというと今回多くを塩の海さんから譲り受けて動画を今アップできたり上げることができているので少しでもこの動画をこの話題の動画で通じて えっと、自分も声を上げていけたらという思いで上げていますえー、本題に入りますがえっとこの前トイプードルの虐待動画だったりそういう虐待の動画がいろいろあって SNS などで拡散されてテレビなどで報道されていましたし他にもいろいろと SNS で目にしますその時は目にした時に またこういうどなんていうんですか映像かって苛立ちだったり怒りだったりああいう動画をとか映像を見るとやっぱりさまざまな感情を持ちますけど結局その見た時はこう感情が湧きますが結構風化されているっていうのは多いのではないでしょうか。でまず私が思ったことは なぜ、まあ、率直な,感想,なん感想っていうか思いなんですけどなぜこんなにも動物たちを虐待した時の罪がまず軽いのかという人間の命と犬猫の命何が違うのか私には分かりませんもっと刑を重くすればいいのにと思っていますけどきっとこうやって思っても 犬とか猫とか動物好きの一部の方々にしか通用しない話じゃないのかなとも思っていますもちろん犬が大好きな私にとっては罪を本当に本当に強化してほしいものなんですけどまあ虐待は絶対に許されない行為ですで殺処分や繁殖許可制ペットショップの話にも入っていきますけどもう買えないとか そういう理由で保健所に預ける人が預けるというか引き渡す人がいたりするんですけど強化しないといけない部分っていうのはやっぱり根本的にここにあると思います。できっと罪悪感なく保健所に連れてったりしてるんでしょうけど、まあ、そういうような人たちに何も処罰っていうのはありません。 もちろん繁殖業者だったりそういうのを繁殖させ、えー、と犬とか繁殖させて必要なくなったら捨てるなどもあると思いますがこれこそ一番っていうかおかしい話っていうか最大の虐待ではないのかなと私は思っていますで私は約1年前にちょっと余談になる余談っていうかまあ私が体験した話になるんですけど シベリアンハスキーを冬ですね11夜の11時ぐらいだったでしょうか保護したことがありますでその時に保護をしえっとたまたま道路を歩いて走っていたので急ブレーキをかけて止まって何ていうんですかねやっぱああいうのを見たら、まあ、犬好きにとっても私はやっぱり保護しないとって いいう思いが強くてすぐ車を開けて呼んだんですけど「おいで」って呼んだんですけどそのシュメリアンスキーはいい子ちゃんっていうか人懐っこい子で私の車にすぐ乗ってきましたで、まあ、母にも連絡しましたし妹にも連絡したんですけどまあその時に保健所にちゃんと預けた方がすぐ見つかるのではないかと思ってたんですけど 検察にすぐ連絡したらやっぱり保健所とかでは約1週間ぐらいで殺処分になるっていうのを言われでやっぱり殺処分になるにあっと思い保健所だったり、まあ、私住んでいるとこが十勝なんですけど、まあ、警察署前交番にも連絡しましたでシベリアハスキーなんで遠くから来てる可能性もありましたし やっぱり全部の交番には連絡した方がいいということでしましたあと市役所にも連絡しましたし、まあ、連絡できるところには連絡し特徴などを伝えこのような問い合わせがあった場合私に連絡が来るようにしてとりあえず実家で飼育することにしました警察が言うには犬や猫の保護は財布や カバン、携帯などの落とし物と一緒ですということでした3ヶ月は買い主の,ものみたいですでしかし1週間経ってもどこからも私の携帯の方とかには連絡が来ませんでしたでその間にもポスターを作ってコンビニだったり、えー、とスーパー 動物病院を回ってポスターを配布したりとかで今の妻にも手伝ってもらって保護した場所の周辺区域の家とかもたくさん訪ねて飼ってる家を探しましたもちろん SNS でも拡散して、まあ、全国にもいろいろ結構遠くの方にも拡散してもらいましたしなんかシベリアンハスキーの会長さん シベリアンハスキーの何かなん,なんかやってる会長さんからも連絡来ましたしな何でしょうねあれきっとそういう保護会の会長さんか何か分かんないですけど連絡来ましたしでシェアもすごいしてもらってかなりの方に協力してもらいましたでもうこの1週間でもし最初にすぐ保健所に預けていたら もう殺処分されたのかもしれません、ね、でまあすると携帯がまあなその後ちょっとしてからですね携帯が鳴って飼い主さんと思われる方がいるということで電話が来たんですけど、まあ、飼い主さんから連絡が来た来たっていうか何でいなくな何て言うんですかね保護している人がなぜ分かったのかというと。 もうその飼い主さんが登録を抹消するっていうことでなんか市役所の方に行ったみたいでまあ普通やっぱりいなくなったらすぐ連絡するとは思うんですけど一切探そうとしている様子はなかったですねでなんでこんな無責任な飼い主かなのかと思ったのが印象に残っていますで私の母がその飼い主さん元飼い主さんに連絡したんですけど まあ自分が病気でターンと横になっていていついなくなったかわからない網戸を破って逃げたとかえと買う自信がないとかいろいろな言葉を並べていたので母はそんな無責任な人のところに返せませんと強くお話しこれからどうするかその飼い主さんに尋ねてみるとこれからはもうそちらでお願いしますとのことでした。 まあ、飼い主さんに血糖症をいただきたく直接最後に会いに行ったんですけどあ最後っていうかもうその後会いに行ったんですけどもうすごくあっさりして「お願いします」のひ、まあ、一言で「もうさよなら」みたいな「もうこちらに連絡しないでください」みたいな感じで言われたのでや,やっぱこういう飼い主っているんだなって思ったのが今でも覚えていますしまあ私たちが。 なぜそのシベリアンハスキーを飼えなかったかというと、まあ、クーと、まあ、動画によく出てくるクーと妹たちの犬もその時にいたんですけど、まあ、うちのクーって結構他の犬っていうか急に犬が来られるとすごく苦手で、まあ、妹の犬にも最近雇われたんですけど、まあ、シベリアンハスキーが来たことで滑呼吸になってしまってで やっぱり環境的に空がまずちょっとかわいそうっていうこともあって、まあ、けどそのままうちらがもう飼い主になったので手放すっていうことにはいかず、まあ、里親を SNS などで、えー、と探すことにして、まあ、里親でいろいろ絞った結果3軒の方と面接をしてで無事いろいろ家も訪ねて里親を。 無事決めたとということで今はもう1年ぐらい経つと思うんですけどまあ多分幸せに暮らしていることと思います。で去年亡くなったえっとふれベルうちの実家で飼っていたフレンチブルドッグのレンターくんも実はなんかあの里親募集っていうことで5歳の時にうちに来たんですけどこの時に元飼っていた親や子供も。 もうこの子うるさいもんなのと理由をつけてあっさりさようならっていう感じだったみたいですそれは母と妹が引き取りに行ってるんですけど、まあ、そのような状況だったと聞いていますでやっぱりこういう無責任な会社が多いっていうことが、まあ、これも虐待の一つではないのかなと私はすごく感じていますでドイツでえっ、ー、と行っているティアハイムっていうのがあって でまあ、ドイツは殺処分ゼロの国と言われてるんですけど、まあ、このティアハイムっていうのはなんか裏,が色々裏にはなんかいろいろな問題があったり、えー、っとなんかただ噂に過ぎないそれがゼロっていうのは噂に過ぎないとかいろいろ言われてますけどもしこれが仮に本当だとしたらやっぱ素晴らしいことですしドイツはなんか犬猫販売に関しても非常に厳しい規制が規定があると言われているので。 なんか日本のペットショップ日本に来てペットショップをい行った時にペットが箱の中にいるってやっぱり結構ペットショップをやっぱり自分たちも結構行きますけど、まあ、劣悪ではなくてもやっぱうんちが置きっぱなしだったりとか。 まあ、おしっこがそのままだったりメアニがつきっぱなしっていうのを見たことがありますしやっぱそのペットショップ行って可愛いっていう気持ちにもな,りなりますけどいつも最後にはかわいそうなのになとみんな出してあげたいなという気持ちになります、まあ、うまく話がまとまらず申し訳ありませんだけどやっぱ皆さんの意見やこう賛否両論がたくさんあると思いますけど こうやって動画を上げて上げる機会が、まあ、今できているので声を上げていくことがやっぱ必要なんのかなと思って動画にしましたで自分で何をすればいいかちょっと具体的に何をしたらいいのかとかはあんまり分かんないんですけど、まあ、やっぱりとにかく動物たちが幸せな生活を送られるように、まあ、幸せになっていく動物がこれからもどんどん増えていくように そして改善して欲しい点を挙げたらきりないんですけど、まあ、改善に少しでも力になれるようにと動画を上げさせていただきました、まあ、なんか話まとまりなくて申し訳ないんですけど、まあ、本当にご視聴ありがとうございました何か皆さんの意見だったりとかいろいろコメント欄に書いていただけたらなと思いますそして最後にちょ,ちょっとどう多くの 実で動画の画質についてなんかのコメント欄で質問みたいな画質を上げてほしいというコメントがあったんですけどちょっと私たち最初から動画を上げるつもりがなくカメラとかビデオカメラみたいなものが今なくて全部スマホで上げている現状なので。 これ以上ちょっと画質を上げることは今難しいんですけどまあおいおよいいつか皆様にいい画質で多くの動画だったり空の動画だったりを上げていけたらなと思っています。あと広告収入をちょっとつけたつけさせていただいたんですけどまあ広告収入をつけたんですねみたいなコメントがちょっとあったりとか。 えーと広告収入つけてなんか動物を何て言うんですか餌にしてるじゃないですけど何て言うんですかねそういうコメントもあったりしたんですけど、まあ、私たち最初は初めは多く動画に上げる気は全くなかったんですけど、まあ、ポテちゃんを通じて多くの姿を見たいという声があったり、まあ、こうやって犬の成長を見て 皆様なんか少しでも癒しになればなと思って動画を上げさせることにしたんですけど、まあ、広告も初めつける気はなかったんですよねで動画をやっぱアップしていくと大変なことがたくさん出てきたりとか、まあ、生活出費だったりとか深夜までの編集とかいろいろ理由があってつけさせてもらいましたなので、まあ、そこはご了承いただければと思いますが 本当これからも多くを見ていただければと思いますのでこれからもよろしくお願いしますあと皆様のコメントはえっ、ー、と多くに読み聞かせてあげていますのでたくさんのコメントを待っていますえっ、ー、と今現在今日は空が泊まりに来ていますのでその時の動画も今後配信させていただきます最後にあと5日 ライブ配信とかもできればと思っていますので、もしその時があればよろしければあ良ければ来てください。今後も多くと私たちをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。